日。わかる通り誰もいません誰もいません。本当はね、今日はね、いつも4人でやってるんだけどね、ちょっと今日来たら誰も来てないんですよ。これ一人きりですよ。何喋ろうかな本当はね、なんだろう、もともとね、先週ね、まあ、歩夢くんと、まあ、ゆうやさんでなんか料理対決しようってなってたんだけど、バックれたね、二人ともバックれちゃったよ。いないからね。なぜかゆうたさんもいないから一人だけだわで、ちょっと喋ることがないから、ちょっとコメント拾ってきますって思った矢先にちょっと来たかな、誰か来たかな。うん、今日はちょっとね、人少ないんでね、ちょっとどんどんコメント拾っていきたいと思って、矢先よーっと、ゆうやさんが来ました。やっと。お疲れっす。遅刻っすよ。この状況見てください、この状況。持ってきたんですよ。おはようございます。2人ですからね。あれ？逃げたか、歩夢は。あゆむくんはね、なんかちょっと連絡あって、うん、今日はちょっと来れないっぽいんですけど、はい、なんか、あゆむくん来ない？今日来ないっす。嘘でしょ？もう、あれ逃げちゃった。え？だから今日はもうね。あれ？ゆうた選手は？ゆうた選手は、わかんないっす。ゆうた選手、あれ対決できないじゃん。そう、ちょっとね。嘘でしょ？ゆうやさんも遅刻してたから、最初俺はね、俺一人でやろうかなってめっちゃ不満やったんですよ。嘘でしょ。乾杯もしないっていう。作ってきたんす。作りましたよ。作ってきたんす。しかもちゃんとゆうた選手のとか、はい、リュウジ君にも作ってきた。俺らの分もある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 。マジっす。あるよ。いい、ちょっといいっすか、見せてもらって。入れ物めっちゃ可愛いやん。ちょっと待って、器がなかったんだけど。めっちゃ可愛い、めっちゃやばい。ガチだ、うん、ちょっとこれは、これは食べる。あ、スプーン持ってくるの忘れた。あ、スプーン忘れちゃった。スプーンない。いいや。あ、ちょっとこれまだ見せちゃダメなやつ。あ、ダメなやつ。これダメなやつ。これただ食べる用だから。あ、食べる用で、うん、見た目気にしないから。いや、めっちゃ綺麗。何これ。ただ、スプーンなかったら結構吸って食べるしかないっていう。そうそうそう、ベロで。ベロでさ。あやって。ベロ使い？うん、リュウジ君得意でしょ。ベロ。刺身ね、刺身ね。刺身からの。うん、懐かしいな、刺身。ベロから。ガチやん。ガチガチガチ。え、これ喋っていいっす？あ、これ俺も喋りたいんだよね。え、めっちゃ綺麗。喋ってちょっと見せようかな。まあ仕上げがあるから。あ、仕上げあるんですよ。仕上げしようと思う。めっちゃ綺麗。今から何の仕上げっす？ただ三つ葉を乗っけるだけなんだけど。あ、飾り？そうですね。飾りというか、そう。え、これも茶虫ですよね。これ茶虫。今ね、ゆうやさん4人分作ってきてくれたんすよ。まさか俺らの分まで。当たり前、当たり前。え、冷めてます？いや、冷めてる、冷めてる、もちろん。まあまあまあ、そうっすよね。ただこれもう対決する相手がいないからね。なんでいない？ただただゆうやさんの手作り茶碗蒸しを食べるっていう、食べて感想を述べるっていう。やだよ、企画になんないっていうね。え、どこ行ったの？歩夢くん、飛んだ？早い早い早い。マジで？飛んでないでしょ。飛んだ？
早いわ。羽生えんの早いよ。羽生えんのが。羽生えんのと早いね。羽生えちゃうのすぐ。そう。企画になんないからね、これじゃあ。もう。そう。食べるときはこれはね、最後、あんをかけて。ガチじゃん、うん、初めて見た、なんか、この工程を。あんをかけてね、みんな食べようねっていうね。そう、俺、料理が無知やからさ、なんもわかんないんですけど。俺ちょっと写真撮りたい、普通に。とりあえず。普通に撮ろう。どれが一番いいっす？あ、これ、これだよ、これ絶対。ちょっと待ってね。みんなに見せよう。見えるかな？どれどれどれ、カメラ。どうやってやんの？あ、見えるよ。あ、ごめんなさい。見えるかな？めっちゃ綺麗。茶虫。茶虫、燃え尽きました。めっちゃ綺麗よ。銀杏もね、ちゃんとね。炙って。秋の味覚。秋の茶虫です。え、これは、作るのに何分ぐらいかかったんですか？時間的に。15分ぐらい。めっちゃうまそう。写真撮るぞ。ただスプーンないっすよね。ごめん、スプーンはないっすね。さすがにないじゃん。スプーンあります？いや、ないでしょ、さすがに。さすがにね。さすがにないよ、うん、ないよ、ないよ。やっぱり女の子もやっぱ料理できるホストの方がやっぱいいの。料理やろうかな、俺。やろう。で、昨日、ツタヤ行ってクックパッド買おうと思ったんですけど、クックパッドもいい、なんか言いにくかったよ。クックパッド言うの下手くそじゃないの。クックパッ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 言い慣れ しなさすぎて。クックパッドですよね、うん、そうそうそう。最初にクックパックっつってましたから、ね、クックパックって言った。もうすぐそう。え、めっちゃ綺麗。あ、マジっすか。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。さあ、どうぞ。いいですか。どれか。すいません、いただきます。これはもう見せみんなに見せるやつ。え、でもいただいていいですか。うん、食べて食べて。めっちゃ怖い。食べて。すいません、じゃあいただきます。いただきます。カメラどこ。カメラ、うん、どうすか。あれ、あ、マジで歩夢くん名前除名されてる。え、なんで。え、除名されてるじゃん、出演者の。いないんだよ、本当に。飛んだんだよ。飛んだの、きっと、マジ、ね、感想言う前にちょっと。やばいよ。とりあえず1個言っていいですか。うん。めっちゃうまい。いや、うまい。めっちゃうまい。うまい。俺も食べてきたもんだって。なんだろう、居酒屋とかに出る茶碗蒸しより全然うまいっす。いや、絶対うまいと思う。え、やばいやばいやばい、うん、全部食っていいっすよ。いいです、いいです。食べてください。マジ。なんか冷めててもこんなうまいんだ。うん、冷めたいのうまいよね。うまい。しいたけと、でも、イカとエビと、銀杏と三つ葉と柚子しか入ってないけど。味付け最高なんだけど。うん、エビと？エビと、イカと、三つ葉、しいたけ、銀杏、柚子。いや、なんかね、俺さっき本当だ。いい、リュウジ君のスプーンで。いいっすよ。ちょっと。ちょ、やめて、ほんと。先に。いやらしいんやから、ほんと。でも、マジな話、さっき来る前にご飯をね、食べてきたんですよ、うんうん、で、割とお腹いっぱいやったんですけど、それでも全然食べれる。うまっ。うまいっすよね、うん、うまいっすよねっていうか、俺が言うのもあれなんですけど。いや、うまい。あ、そうなんだ。いやね、本当は、うん、はい、めんどくせえなって超思ってたの。俺正直、今日の今日まで、うん、企画ってもう覚えてなくて。あれ、何喋ろうかなって思ってたら、うん、あ、そういえば企画やったなと思って。いやね、もう本当今日は、うん、超めんどくせえなと思ってて、はいはいはい、で、だけどやんなきゃなと思って昨日の夜中に、はい、声優行ってどうしようと思って。ギリギリまで悩んで、うん、でどうしようかなと思ったけど、はい、なんか変なの入れてもしょうがねえなと思ったから、普通の定番っぽいのにしようと思って、そこでちょっとね、なんかそうそうそう、なんか変なの入れて、うん、あと盛り付けだけちゃんとすれば、うん、いいかなみたいな、きっと歩くんがきっとすげえの作ってくれるだろうなみたいな思ったから。すげえ、でもクオリティ高いっすよ、うん、店にあるより全然うまい。すげえな。
で俺今日でね、でまあ対決しようってなったけど、まあまあまあね、うん、まあ、今日はね、今日はね、まあ、岩さんの一人勝ちということで一人勝ち、うん、いやでも本当、今日俺喋れない日なんですよ。それはどうして？声がおかまになっちゃって。あ、いつもと違う、確かに。いつもとちょっと、ちょっとなんかそう、イントネーションが今日はチャーム誌だけ作って喋らない予定でいたんですよ。なるほどね。結構、もう喋れないから、うんうんうん、でも昨日よりは声出るんだけど、うん、昨日は本当やばかった。え、昨日はもっとやばかった？昨日はすごかった、すごくやばくて、もう2丁目にいてもおかしくないよ。そうそう、ひどくて、本当出ない声がもう、はい、遅れてくる感じ、喋ってもな、はい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 、で、お客さんにね、うんうん、ヘルプつくじゃん、はいはいはい、ちょっと今日いつもと声が違うんで、はい、ちょっともっと近く行っていいですかみたいな、もう通らないんで、声が通らないからって言ったの、はい、言ったの、はい、そしたら、え、いつもと変わんないよって言われて、えみたいな嘘みたいな、え、いつもと変わんなかったんですか、その前。いつもと変わんないよって言われて、はい、ちょっと落ち込んだいつも適当に話してたんだな、この人はちょっと思っちゃったのなるほどね、うん、でも確かに言われてみれば、いつもとなんか違うような気がせんでもないです。いや全然違う、 うん、なんかあれですかね、やっぱな、うん、いきなり気温の変化がぐっと下がってきた。いや、やばかった。下がったから、うん、風なんですよ。風ですね。喉。あ、なんか病院も久々に行って、はい、病院行くの嫌いな、そう、なんか音があったんだけどね、うん、行っちゃったね、ついに。俺もね、風とか引いたら俺絶対病院とか行かないんですよ。なんか本当自分で負けた気がするもん、ね、自力で治したいっていうのがあって、でなんか割となんか薬ってなんか俺あんま好きじゃないんですよ、その飲むのが。なんかあの、うんうん、粉薬とか特に。ああ、粉やだよね。そうそうそう、俺注射も嫌いやし。いや痛い。俺も点滴打ったら一発だよみたいに言うけどもう針刺すのが嫌だから。そう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 、痛いの嫌いやから。やだ、痛いの嫌だ。そうそうそう、基本自分で治すんだけど、うん、最近でも俺優秀、全く風邪ひかないっていう。え、優秀何もここ3何年単位でなんとか風邪ひかないってでも言うもんね、あれね。なんだっけ、なんだっけ、あれ天才は風邪ひかない。ああ、さすが龍二君だね。さすがね、やっぱりね、うん、そうだよ、うん、まあ今日はでも2人やからちょっとまあ何、まああれだよ、あのコメントをね、コメント拾うか、今日はコメント拾う回にしようかなっていうのはあるんですよね、うん。もうとね、喉痛いから喋りたくないよね。なんか言ってくれれば答えるよぐらい、うん、あ、てか俺その前に和食で一番難しい料理って何？和食、なんだ、和食でも作れるますよね。和食で一番難しいのは、うん、味噌汁。え、マジっす、うん、なんかだと思うよ。意外に汁物、汁系だと思う。へえ、なんか誰でも作れそうな感じに思えるけども、うん、やっぱね、研究するとね、味は、まあ、どんなに、うん、どんな同じ水使って、どんな同じ味噌使って、どんな同じ分量使っても、うん、毎回味って絶対違うから、マジっす？マジっす。それ火加減によっても変わるんですか、ちなみに。もう気温とか湿度とかでも全然変わってくるから。やばっ、うん、いただいてます。全然違います、はい。へぇー、じゃないかな。味噌汁、うん、汁が一番難しいよ。味噌汁でも、味噌汁すら俺捨てんからね、普通のまずい味噌汁すら。作り方わかんない。いや、汁に味噌溶くときは味噌汁そのままじゃないですか。そうだよ。そうなんすそうだっつう。あ、そうなんだ。へやばいよ、ほら風邪ひかない原因が分かってきたよほら、だんだん分かってきた俺、スーパー行って買い物したことがないんですよ。その食材、いや、その百郎は行くのに。百郎は行く、百郎めっちゃ便利ですもん、うん、百郎は行きますよ。うん、ただ、はいはいはい、そスーパー行って、なんだろう、キャベツとか、うん、そういうなんか主婦的なことをしたことがないから、うんうん、何言ってるのかも知らないっていう。ああ、そう、なるほどね。そうなんだよね。いや、でも料理できた方がやっぱかっこいいよね。先週もなんか作るみたいなの言ってたじゃん、うん、1週間サボってたの、何もせずに。いや、本当は作りたかったっす本当はねあのね、うん、作りたかった気持ちは山々なんですけど、うん、材料揃えるのがちょっとめんどくさいなっていう。基本ちょっとめんどくさがり屋なんですよね、うん、めんどくさがり屋ね、うん、でも卵焼きは俺作れる。あ、うん、難しいよね、あれ、だし巻きでしょ。だし巻くんでしょ。あ、巻いて巻いて、へいって、あの卵専用のフライパンみたいなのあるじゃないですか。あるある、あれでしっとめって。え、マジできる？
こっち関西こっちだよ。あ、俺は関西こっち奥にやってからこうやるんで。あ、じゃあ関東風だね。関東風ですね、うん、それぐらいかな。じゃあ一旦でも、うん、とりあえず CM いきますか。 CM どうぞ。えい。チャームシ作ったから。そうよ、器ね、ほんと買いに行こうと思ったの。 ないからチャームシの器ってねえなと思ったけど、チャームシの器って結局なんかタコツボみたいな。でもこれなんか全然それっぽくないですか。なんかほんとなんかよくわかんない、小鉢の使っちゃったけど。全然全然、うん、全然美味しい。なんか普段、あれなんです、一番ゆうやさんが普段から作る料理って何なんですか。普段チャーハン、チャーハン、チャーハン、チャーハンに関してはでも早く終わるから、もう何でも余った飯で、余った材料で、もう冷蔵庫にあるので適当に作るから。元使うんですか。元使うね、塩コショウと醤油、あとはなんか漬物とかがあれば、はいはいはい、その芝漬けとかでも、キューちゃんとかでもいいんだけど、たくあんとかでも、はいはい、その味が、味で大体決まるから、それで。かっけえ、かっけえ。漬物があれば結構チャーハンうまくなる、うん、これはモテるわ、女の子に。いやモテたいな、うん、モテたいんだけど。ナンバー6をで抑えてるのがすごいよね。もうあえてもっといくのに、うん、そうそうそう、うん、そうなんだ。ゆうやさんちにはあれだよ、ちょっと風邪ひいてるからちょっとマスクしたけど。風邪ひいちゃったよ、うん、うつされてもね。でも俺別に引かないから。そうそうそう、だから同じスプーン使っても引かないから、ね、あ、ほんまよ、リュウジ君は引かないから。やってしまった。なめ、ゆうやさんがなめたスプーンをまた俺口につけた。ねえ、好きなんでしょ。なんかちょっと今舌痛いっすもん。うそ。痛みがある今ちょっと。うそそ、ポイズン来た。ポイズン来たっす。ポイズンって何なんですか。ポイズン、毒毒。あ、ダメダメダメよダメよ。ダメ。そう、そうね。最近 何してます？なんか普段休みの日は。休みの日俺ね、うん、ないね。休みがない。休みほぼないね俺。休みっていうかもう暇、時間しかないから。嘘、もう遊びまくれるじゃん。で俺はだからその刺身しまくってんでしょ。休みの日イコールこうでしょ。、ね、これ分かる人 人にしか分からんっていう。うん、刺身中毒だよ。そう、いや、してないわ。ただしてないの。そう、刺身に至るにも結構あるでしょ。何回か踏まないと俺実は刺身が好きなんだよねってならないでしょ。いきなり刺身やろって言われても何何ってなる。あ、段階は大事っすよ、もちろん。え、な、うん、なんで足閉じてこの状態なんだ、まっすぐ寝るんだろうみたいになるでしょ。そこまで追求します、うん、いやー、まあまあまあ、それはね、まあ後々話しますよ、まあ、うん、刺身はね、でも最近、うん、何回目の。めっちゃみんな食いついてくるやん。そう、気になるもん。だってリュウジ君こんなイケメンがさ刺身やろって言ったわけ。
るでしょ。差し入れやろ。やるでしょうよ。何の話ってなるけど。見てる人。ほら。やる？やるよ。待ってるわ。お店に、お店に来てくれたら待ってるよ。お店に行かなきゃ差し身ないんだね。あれ、あの、まだバースデーのあれ残ってるからね。今月は。引っ張るな、俺。残ってる。あといは、あといは OK ね。うん。あれやね。初回刺身はちょっとね、ないね。ハスト初めて、ユージくんまだ3、4ヶ月だよね。そんなもんすね。俺もまだ半年ぐらいですね。そうよ、うん、だからもう、ま、そうそう待ってるから。お店ね、あ、お店俺が、クラブ、あ、そう、報告しなきゃいけないんだけど、クラブ R だったんだけど、ロミオグループのクラブ R がクラブ、この間までユージくんと同じビルに入ってたんだけど、うん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 、お引越しをしました。お引越しが元々のお店に戻って、うん、名前がクラブラットに変わりました。クラブラット、ラットの R は残して、あと社長が、あ、なるほど、社長がちょっとネズミが何の嫌い、好き、あ、ネズミが好きっていうか、はい、ディスりじゃないけど前歯がちょっと出てて可愛い社長なの。なるほど、うん、だからそれのネズミがラット。あー、なるほどね、うん。誰が考えたんそれは。あの、ラットっていう名前、ラットはみんな幹部が決めた。あー、なるほどね、うん、幹部が決めた。その由来は社長知ってるんですか。社長が決めたようなもんだから。あー、うん、そもそも、そう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 、じゃあクラブラットですね。クラブラットのゆうやです。なるほど、はい、だからリュウジ君と同じビルじゃなくなったから寂しいんだよね。え、場所はどこ。今 J ビル。あ、 J ビルなんだ、うん、J ビルの2階に入ってます。あー、そうなんだ。そう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 。じゃあすれ違うこともなくなるんか。いや、すれ違うことはあるでしょうよ。もうどこでもいるもん、リュウジ君。結構そうよ、どこでも歩いてるから。うん、ジェイビルはね、食安通りの、うん、ミニップの前かな、うんうん、ね、わかりやすい、うん、そうなんだ。そう、リュウジ君はね、ディスタンスだからね。そう、ディスタンス、うん、あの、歩いててもし見かけたら、あ、ニコ生の人ねっつって刺身の人のやつって言ってくれるわ、うん、多分声かけてくる前に多分リュウジ君が声かけていい。いや、違うそんなの積極的じゃないわ。そうだ、とりあえず、うん、うん、そうそう、ラットね、ラット、クラブラットだから、さよなら R、 こんにちはラットってイベントが、いやいや、でもね、27日、みんなで、はい、みんなで耳つけて、はいはい、かわいいネズミ、おう、ネズミモチーフにして営業します、うんうん、めっちゃ可愛いじゃないですか。そうそうそう。え、じゃあコスプレ、多少のコスプレはするんですね。コスプレとか耳つけるだけかな。耳つけて、あとは何だろう、なんかヒゲとか、スーツ、あ、へえ、スーツで多分、うん、蝶ネクタイ、うん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 、マジか、ほら、失望させるドンキで、ドンキいたわ俺昨日。え、マジで。いました。うお、何やったの、誰だ、うん、あったあった、結構 見られてるもんなんだな。うん、だからもう、そうそうそう、芸能人になってきますね。芸能人、いや、もうリュウジ君は顔が広いから。めっちゃ狭いっすわ。広いよ、百郎はめっちゃいきます。うん、そうなんだ。もうミッキーになった気分だね、俺らね。ミッキーだね、もう。そう、うん、あ、ミッキーはネズミか、そっか、よく言えばミッキー、うん、よく言えばミッキー、ミッキー大好きだよ、俺。そうなんだ、そうそう、じゃあその写メを撮ってきてくださいね、そのイベントの時の写メを。ああ、そうだね、うでも27日だからまだ10日後だから、また来週、また来週ぐらいか、また、うんうん、また告知ちょいちょいします。う、ね、うん、はい、そうそうそう、うん、でもこれ見てね、あの、まあ、ラットに なって、いや、まあ、ニコ生を見てくれてる人たちが、で、岩さんに会いに行きましたってなったら、それはちょっと、ダメよ。え、ダメよ。6超えちゃうから、ナンバー5。いやいやいや、もう、今月はナンバー6っすよ。間違いなく。ちょっと、とどめてくださいね、ちょっと。うん、ちょっと、下手したら危ないぐらい。今ピンチ。ちゃんととどめてください、ね。今、ナンバー7に落ちちゃうんじゃないかな。ああ、そうなの。不安でしょうがない。あ、なるほどね。そう、不安。今は不安。ナンバーセブンでもナンバーファイブでもダメだから、ナンバーシックスでいってもらわないと。そう、ナンバーシックス狙いだからね。もう来月は行っちゃうからね。うん、そう。来月は行っちゃうよ、もう俺も。
多分一緒にバイブ打つもんね、同じ日に言ってたもんね。マジっすか。俺10月25って決まっちゃってるから、ディスタンスでもちょっと交渉してもらって10月25日にやるかっつって、バイブ打たないとダメなんだよ、俺は行かなきゃダメなんだ。ああなるほどね。でお互いに主役をちょっと交換して、はい、ね、どういうこと。俺が同業で、はい、来てもらって、はい、あで俺も同業で土地行く、ディスタンス行くか。主役だけど、それはあれみたいな、変わったみたいな。ああいいっすね、うん、それ面白い、面白い、面白いでしょ。面白い、うん、俺が10月25日に打てたらの話ですけど。ええ10月に打てるでしょ、打てるでしょうよ。打てるでしょ。いやちょっと、もう大相談で。マジそう、でも俺も早くそろそろナンバー入りたいな。今ナンバーいくつ、リアルリアル、まあ、そこはちょっと、まあ、ナンバーはちょっとね、公開なんで。いやいや、あるでしょ、店の中では分かるでしょ、何番目に売ってり上げたの、まあまあ、確かに非公開、非公開で、マジで、まあ、気になる人は、うん、おソース見て、おソースね、うん、そうか。もう秘密主義者やから。でもおソースまだなら R だな。あ、ま、変わってないです、変わってない、多分 R のままだと思う。ラットラットに変わってるから、そう、引っ越しして荷物とか運ぶのやっぱ結構大変だった。みんなでやったから。マジっすか。え、うん、箱自体は、箱自体はもうあるから、なんだろう、要はなんつうの、飾りとかも全部もう手でこうやって大事にこうやって大事にボトルとかもみんなでボトルとかもそう、やばっ。でも車とかも出してやったから、うん、なるほどね、そうそうそう、いいな。なんかでもまたなんか新鮮にね、あの新しい気持ちでなんか頑張れそうっすね、でもね。いやもうね、環境変わったらよかったよ、元に戻れて、うん、あ、そう、元に戻って広さが全然違うから、やっぱり、あ、うん、だからもう、そうか、モチベーション上がりますよね。モチベーション上がる、最近のモチベーションの上がるっつったら何だろう。何、いかに刺身するかかな、やっぱりね。俺結構感動系が好きだから、あの感動系、感動系が好きなんですよ。感動がいい、え、悪い感動系、悪い、この人、映画映画の話です、うん、だからちょっと感動系のもね、終わっちゃうな、もう、もう今日はなん、え、もうこんな時間、サブタイズチャームシになるか分かんないけど、チャームシ最後見せとく。はい、ゆうやさんが作ったチャームシです。チャームシです、めっちゃうまそう、頑張りました。俺もう2杯食ったから、え、3杯食ったっけ、俺ね、ゆうたくん最初、あれ飛んだ、ああ、寝ちゃったな、これ。あら、まあ、来週はね、まあ、4人でまたできることを。そうだね、やりたいね。はい、またお楽しみに、イエイ、はい、バイバイ。奪っている感覚に投げかけるすべもなく、溜まり込んだことにすがる。何回目の錯覚だ、笑って先まで伝え込んだ仮面をやめ、ラクダに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で僕らは、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を